二代目、嵐秋寛の小割伝内。天保三年九月、大阪中の芝居、仏業浦朝霧より、春へさいた映画。二代目、嵐秋寛とは、江戸時代の歌舞伎役者。屋号は、伊丹屋、拝名は里、鶴、玉山、秋。初代、嵐伊三郎の門人で、完成十二年、二代目、嵐徳三郎を名乗り大阪の武田芝居で、初舞台。 その後実力が認められて中芝居にも出演するようになる。文政2年に嵐樹三郎と改名したが、すぐに元の徳三郎に戻る。文政5年9月、二代目嵐吉三郎を襲名。文政11年8月に二代目嵐役官を襲名した。当たり役は狩金五人男の狩金分七、八県伝の犬塚志野など。 背が低い割に目が大きかったので、徳三郎の名から取って、目徳のあだ名があった。時代物、世話物いずれもよくしたが特にじっと苦難に耐え忍ぶ、辛抱立役に、うまさを出し、最後の舞台では二代目、小野民蔵と共演したとき、見物の受けを狙おうと動きすぎる民蔵に比べて、秋広氏はじっと腹で芝居をし、当時の評判期、役者姫職にも、えらい血がふたものじゃと、 一等感心しましたと書かれるほどであった。去年50。天保8年6月に四季をし奔走が7月3日に、取り行われたが、その時は、角の芝居と中の芝居の関係者70人ほどが、揃いの立花の門をあしらった片平を着て敬語し、ちょうど芝居も休みの自分だったので、門人や四代目、中村歌右衛門をはじめとする、人気役者たちが残らず3でした。 それを見物しようと多くの野獣馬が集まり、必死に述べがたい騒ぎだったという、門人に三代目、嵐秋間がいる。ありがとうございます。